おととい、サマースキージャンプ蔵王大会が開かれました。高梨沙羅選手ら世界で活躍するトップジャンパーたちが夏の蔵王に舞いました。蔵王のジャンプ台に集まった国内トップレベルの選手たち、今年は107人がエントリーしました。2年目にしてすでに蔵王の夏の名物となっているサマースキージャンプ、集客を見込んで新たな取り組みも。今年は有料の観覧席があちらに設けられました。競技開始前からすでに多くの人たちが駆けつけています。300席用意された観覧席は前日までに完売。会場は県内外から集まったおよそ1500人の観客でにぎわいを見せました。どの人がどのぐらい飛んでるのか見ながらやってたところでした。テレビで見るのと生で見るのと迫力が違うんで、はい、すごいなって思いました。飛ぶ側だったら怖いだろうなって思います。1本目は83メートル50で2位につけた高梨沙羅選手。注目の2本目。93メートルのジャンプに会場からは拍手。この時点でトップに躍り出ます。そしてラストジャンパーの丸山希美選手、今大会女子の最長ジャンプとなる96メートル、丸山選手が夏の蔵王大会初優勝を飾りました。2本自分の今できるジャンプがここに来て出せたので、良かったんじゃないかなと思います。一方、惜しくも2位という結果に終わった高梨選手は、蔵王は毎年本当にたくさんの方が応援に来てくださっているので、いいパフォーマンスができたらなと思っているんですけど、なかなかそれが形にできていないので、また来年しっかりそれを実現できるように練習していきたいですね。男子では北京冬季オリンピック金メダリスト小林陵侑選手に注目が集まります。1本目で今大会唯一の100メートル超えを見せた前回チャンピオン。2本目もヒルサイズを超える105メートルの大ジャンプ。小林陵侑選手が連覇を果たしました。いいメンバーが揃っている中での試合だったので、まあ、いい緊張感で飛べたのですごく良かったかなと思います。国内でも一番素敵な試合だと思うので、まあ、来年もぜひ参加したいなと思います。